焦って言葉を出そうとすればするほどドツボにはまるので、みのチャンネルモチベーション&コミュニケーションの桐生です。本日のテーマは上がり症改善、テーマいってみたいと思います。2つご質問いただいたんです。緊張した時の声の詰まり、声言葉が出てこなくなる、これどうしたらいいのっていう質問、そして、声が通らなくなるよという質問、これ2ついただいたので、私のから回答させていただきました。やっぱりせっかく準備したのにですね、声が震えてうまくいかなかったり、喋りたいことがあるんだけどうまく言葉にならなかったりしたら、これは本当に準備したのにもったいないと思います。なので今日は緊張した時の声っていうアプローチ特化しまして、皆さんがリラックスしてお話できるように、アドバイスになれば、素敵なだなと思っております。こちらのチャンネルは伝わる話し方に特化してお届けをしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただいて、今後皆さんと一緒にトレーニングをしていきたいと思います。登録よろしくお願いします。また月に150本説明力、上がり症改善、疲れる話し方、雑談力アップ、プレゼン、いろんな伝わる話し方セミナーをやってますので、概要欄チェックいただいて気になるセミナークリックしてみてください。それでは早速本編参りましょう。さあ早速参りましょう。今日は早田講師にお越しいただきました。いつもありがとうございます。受講生からいただく質問があるということなので、今日お答えをしたいと思います。どんな質問でしょうか。はい、質問があるんですけど、1つ目がですね、緊張すると言葉が詰まってしまいます。何か言葉ありますか。なるほどなるほど、ありますよね。これ結論としてはね、緊張の大敵っていうのがあって、これは何かって言ったらもう焦りなんですよ。言わなきゃいけない言わなきゃいけないって、もう焦るとろくなことがないんですね。声帯周りが締まると言葉ってこう出てこないんですよ。でも焦ることを力んでそれが締め付けられるから、言葉がすごく出にくくなるということなんです。だから声帯周りっていうのはやっぱり緩めて言葉が出やすくなるような体勢を取っておく必要があるということですね。じゃあ言うためにはどうしたらいいのかと、これは大きくはまあ3つあるんですけれども、まず1つはやっぱり事前のストレッチ、喉周りのストレッチ、準備体操ってするじゃないですか。走るときに、今から 100m 走るってときに、いきなりよーいスタートドンって何もせずに走ったらビシッとアキレス腱を切りするじゃないですか。喋るときって誰もストレッチしないんですよ。確かに同じ筋肉運動なのに不思議ですよね。ですね。だから、まあ、ストレッチっていうのは本当に全身的にするといいんですが、まあ、今日は声っていうことなので、まあ、ちょっと喉周りだけに特化をすると、この声帯が喉仏の奥にこうあるんですけれども、この周りの筋肉でやっぱり声帯というのを動かしているので、ストレッチをする、例えば首を左右にぐーっとこう痛くならない程度にずっとこう右に向け、この左右に向けるっていうリラックス、まあ、意味は早くやってますけどね、これをまあ痛くならない程度にゆっくりやると。で特にここ胸鎖乳突筋っていうのありますけど、緊張してる人もしくは肩こりがひどい人、横向くとはここにこれありません、ここどうですか。硬いです。あ、早田さんもだいぶお仕事されまくってるそうかもしれないです。これも硬いからって言うとゴリ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 で絶対揉んではいけないんですけど、それだとまた交感神経が逆に優位になるので、もう本当なぜるぐらいでいいんですよ。ってすると随分首がリラックスしてくる。あ、なんか緩んでる。緩みます。はい。まあ、こんなに簡単にできるんですね。そうなんです、そうなんです。そうすると声帯運動ですから、この周りの筋肉っていうのが緩んできて、声帯って閉じたり開いたりしますけれど、これがちゃんと正常にリラックスして動くようになってくると。そうすると声も出やすくなるよと。まあ今3つあると言いますけど、1つ目がストレッチをして緩めておくということですね、はい、あとまあ2つちょっと簡単にお話しすると、2つ目はやっぱり緊張すると分かったら、その前事前にできるだけ会話をして誰かと喋っておく。これもさっきと一緒です。いきなり喋ろうとするから緊張するわけで、やっぱりできるだけ会話してたら、それだけ分だけ声帯を動かしてるわけですね、事前に。だから友達とお話しするとか、同僚とお話しするとか、喋る人が誰もいないんだってことであれば、まあ独り言でもいいですよ。もう僕なんかよく実況中継とかやってましたよ、昔。カフェとかでね、目の前歩いてる方、上司ですかね、女性の素晴らしい仕事ができそうな方が、カツカツカツとヒールの音がします。あ、今から大事なプレゼンでしょうか。今そこで右に曲がってきましたね。勇ましい。これは今日の商談決まるんじゃないでしょうかとか、まあ、勝手にね、ブツ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 、まあ、人の迷惑にならないように動かしておく練習ですよ、これ。発話しといた方がいい。これは2つ目。3つ目、じゃあ実際
緊張して出てこなくなったっていう時もあるじゃないですか。これ今日言いましたけど、焦って言葉を出そうとすればするほどドツボにはまるので、少し間が欲しいわけです。ちょっと落ち着く。だからいきなり答えようとせずに、なんか例えば急に質問されてあって言葉が出てこなくなるんであれば、答えようとせずにまずはありがとうございます、質問ありがとうございます、少しちょっとお時間いただいてもいいですかとかね、こうちょっと間が欲しいわけですよ。この落ち着くとか、すいません、本当に今ちょっと飛んじゃったんですけど、ちょっとだけ落ち着かせてもらってもいいですか、5秒ぐらいで戻ってくると思うんですけどね、1、2、あ、なんかだいぶみたいな、ちょっと曲がれば落ち着いてくるじゃないですか。焦っていきなり打とうとしないと、まずは一回引っ込めて間を稼ぐことによって自分をリラックスさせるということでした。緊張していることを自己開示することで周りのサポートも得られやすくなるっていう効果も3つ目はあるかもしれないですね。ある通りですね。なんか変にね、焦ってうまく見せようとかすればするほど、それもまた本当にドツボにはまると思うので、もう言葉が出なくなって消えてしまったっていうんだよね、それを言ってしまうっていうのも、まあ一つの方法かもしれないですよね。そして皆さんが、ああそうなんだって空気になれば、その空気を見て落ち着くかもしれないですもんね。そうですよね。じゃあ2つ目の質問いきましょう。はい、2つ目は、声が通らないのが悩みです。どうやったら聞き取りやすい、相手に伝わりやすい声が出せるようになるでしょうかというご質問です。声に関するお悩みですよね。やっぱり通る声、聞き取りやすい声っていうのは大きい声じゃないんですよ。なるほど。なんですよね。これはまあいわゆる専門的な共鳴と言いますけれども、例えばホラオナとかってわーってこう響くじゃないですか。大きい声ではなくて倍音で響いていく声っていうのが届く声なんですよね。なるほど。はい。とかで歌ってるとなんか自分の歌なんかうまく感じたりするじゃないですか。します。お風呂っていうのはちっちゃい東京ドームの中で歌ってるようなもんです。ドームって丸いじゃないですか。音が、はい、から響き当たっていい声に聞こえる。うわーっていうんではなくてうわーっていう、これが共鳴、響く声がいい声ってことなんです。じゃあそれをする、成し遂げるためには何をすればいいかって、これはいくつもあるんですけれども、いや共鳴に対してボイストレーナーが1個だけあげろって言われたら、まあ、僕も前職ボイストレーニングをね、スクールにいましたけど、まあ多分これじゃないかっていう、呼吸なんですよ。声っていうのはね、やっぱり呼吸からこう上がってきて、これが声帯を震わせて鼻腔口腔を広げて共鳴させて声になっていく、この呼吸が声の元なんですよね。だからしっかり呼吸をできるようにしていきましょう。そしてまあ燃料をたくさん入れることによってたくさん共鳴できるような声が外に出せるようになります。やっぱ前提は呼吸です。ことがまあ今日の結論ですね。いい声を出していく呼吸ってどうすればいいのって話になりますよね。はい、知りたいです。で、呼吸っていうのはどうやったらたくさん空気が入ってくるかっていうと、まあじゃあ肺がこうだとしましょう。ここに横隔膜があるんですけど、この横隔膜が下がるとこう肺が膨らむ、こういう動きをしてる。これ逆に言うと緊張してる人は横隔膜が上がって呼吸が浅くなって、だから横隔膜を下げる必要がある。たくさん呼吸をしていくんだよね。ただ横隔膜っていうのは意識的に、自分でこうふっと今下げましたみたいなことがちょっと難しいの。だからよく言われるのが下丹田を意識するということなんです。下丹田っていうのはおへそのぐらい下なんですけれども、下丹田を意識する時にこう横隔膜が下がってですね、たくさんこう、はい、空気を吸えるようになる。よく丹田って腹から声出せとか、はい、そこに意識をすると横隔膜がぐーっと下がって肺がぐーっと広がってたくさん吸えるようになる。だからこれお腹から声出せよなんて応援団がいたりするわけですよね。なるほど。これって意識するだけで下がるんですか？するだけでもだいぶいいんですけども、やっぱり意識して声を出してみると実際下がる空気が吸えるので、下丹田自分で手を当ててドッグブレスって言いますけど、犬の息ってあるじゃないですか。を意識して、これね1分やってみてください。相当体あったかくなります。なんかすごく肺の下あたり確かに動いている感じがしますね。下に意識することによって横隔膜が下がって今肺に膨らんでたくさん呼吸で、これを早くやるっていうのは意識する練習なんですよ。おで今無声音でやってますけど、ここに今度はっ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 
まだまだお腹意識しても大丈夫ですね。喉を一切忘れて、お腹からはっはっ、あの呼吸をしたり発声をしたりする意識の練習なのでね、はい、はっていうのはこれ静音とも言って、静音っていうのは清い音だから澄んだ音、よくあの緊張で凝り固まった気を発散させる澄んだ音としても言われるので、だからよくやるじゃないですか、気合を入れるとかいう意味で歯を使われて、はっはっはっ、下段でから練習していくと、下段でを意識して発声をするってことに慣れてくると、でそうすると今日の繰り返しになりますけれども、横隔膜が下がってたくさん息が吸えるようになって、響く声が出るようになるよっていうことです。これってなんか毎日これぐらいやった方がいいみたいな決まりというか、なんかおすすめのやり方みたいなのありますか？プレス、まあ、無声音で、はい、これが1分、はい、はの声出す方はこれ30秒ぐらいでいいですね。でもね、毎日1分半これをやり続けるっていうのは本当大変ですよ。大変そうです。確かに私はあの喉がもともと病気があって、ちっちゃい頃ずっと喉の病院に通ってた、声がすぐ枯れちゃうっていう病気だった、そのぐらい喉が弱い人間だったんですけれども、呼吸をしっかり覚えて発声をしっかりできるようになってから、今まあ講師業でね、100人いてもマイク使わない時ありますからね。意識的に多分お腹からスッと出てるのだと、それは今日のトレーニングとかね、発声をずっと続けてきたから、まあできるようになったんじゃないかなと思いますね。なるほど、私も今日からぜひやってみたいと思います。下段でも意識して歯の発声をぜひやってみてください。緊張した時の声の詰まりとか、声が届かなくなるということにね、お伝えをいたしました。まとめとしてはやっぱり焦りは禁物ですね。声帯をギュッと締めてしまう、だから今日リラックスをしてトレーニングいくつかご紹介をしました。そして呼吸に関して、呼吸もウルトラキーワード、声に関しては一番言ってもいいと思います。呼吸をぜひ制して自分でマネジメントできるように、一緒にまたトレーニングしていきたいと思います。今日の内容少しでも参考になる部分があればグッドボタンを押していただけると嬉しいです。また質問等ありましたらぜひぜひコメント欄入れてみてください。それではまたお会いしましょう。じゃあ。